その日本のスターティングメンバーをご紹介していきます。吉武監督が今日選んだ11人はご覧の通り、ゴールキーパー長澤、ディフェンスが左から宮本、茂木、宮原、佐々木、アンカーの位置に鈴木、その鈴木の前に渡辺と水谷、3トップが青山、杉本、北川という11人、 4-3-3 というフォーメーションで戦う吉武ジャパンです。そしてサブのメンバーに目を移しますと、中1日で試合が続いていくということで、予選を主力で戦ったザックジャパン酒井豪徳の弟酒井豪尊、あるいは得点力のある10番の中村は今日はベンチからまずは戦況を見守るというスターティングメンバーになりました。失わないようにしっかり動かす。そして縦パス、佐々木を狙ってこぼれている、シュートまでいけるか、佐々木のシュート、吉武ジャパン最初の得点はサイドバックの佐々木。いやー、吉武監督の狙い通りですね。そうですね、サイドバックですよ。まさにこの大会のもらい方が非常にうまいという、そんな表現もできるかと思います。さあカウンターだ、ピンチになる、シュート、助かった日本。最後のシュートは背番号8アルメグバース、宮本からのパスが抜けていく。さあゴールキーパーの1対1、杉本のシュート、日本追加点。フリーマンと呼ばれるポジション、杉本のゴールが生まれましたという意味もあるそうです。中へのクロスボール、コースが変わっていてキーパー見送った、クリアしていきました。ピッチが今も硬いということと、ハードをかけて青山、青山仕掛けていく、自分で行く、右足のシュート、クロスバーの上、左利きの青山、最後は右足でのシュートです。2人で行く、さあ奪うぞ日本、ゴールキーパー出てきているがかわして、中に味方はいないが送っていきました、こぼれている、三好の前、杉本から前、うまく前を向いた、シュート打っていった。今シュートを放っていったのが中村です。まあ、話していたと、ここまでは堂々たるプレーを見せている若き日本代表。さあその日本が右から2枚入っている、クロスが入る、中央中村の前、頭を抱えました。中村バウンドが少し合わなかったでしょうか。ゴール前あるし、 U20 のオリンピックもあると思いますから、全てが日本の今後につながっていきます。シュートはクロスバーの上、今のシュート、サウジアラビアのコーナーキック、高い巻いてくるボール、ヘディングシュートは長澤の正面です。最後は3番ディフェンスのアルカハターに鈴木預けて、ここで試合終了のホイッスル、世
界を目指す16歳以下の日本代表、大事な初戦しっかりと試合の主導権を握って勝ち点3を得ました。日本が2対0サウジアラビアを下しています。いや、まずはしっかりと勝ち点3を取れたことというのが大きいですよね。そうですね、初戦もっと硬くなるかなと思ったんですけど、はい、伸び伸びやりましたね、立ち上がりから。この年代の選手たちにとって国際大会の初戦、まあ、緊張感もあると思うんですが、どのように評価されますか？いや、本当に前半から主導権を握って自分たちでボールを動かして、はい、自分たちの形を、ね、何度も出しましたよね。特に1点目なんかはもう吉武だ監督が言っている通り、サイドバックが、ね、点を取ろうということで、ね、積極的にやはりチーム全体がサッカーをしたと思いますね。そして今順位表が出て